すっかり遅くなっちゃいましたね。いえ、いつまで私は抱きしめられているんだろうなと。離れますよ。何を勘違いしているんですか？これは。いや、こういう時は手をつなぐ方が。違いますけど、全然納得できてないから無言の抗議をしただけですからね。ちょっと、まだ私の話は終わってないんですけど。決まってます。両親の仇ですよ。自分のチャンスだったのに。ええ、次こそは絶対に接触してみせます。というか先輩、息切れしてないってマジですか？さすが軍隊上がり。何ですか先輩、さっきの私の真似ですか？は？いきなり何を。今度は私も戦います。
前回は不甲斐ないところを見せちゃいましたから、守られてばっかりじゃないって証明してみせます。でも、いえ、わかりました。全力でサポートします。何ですか、いきなり。状況分かってます？何ですか、それ。でも、ありがとうございます。こういう時ぐらいは素直になれば、評価高いんですけど。昇級の話、絶対ですよ。先輩こそ。ラジャーです。開幕全突破でいきます。先手必勝、動きを封じます。レガシーの発動を確認、回避します。意図不明。なぜこの距離で。
了解。先輩、どうしたんですか？いきなり立ち止まって。本当、先輩が死ぬんじゃないかって心配したんですから。ディザスターがどうかしたんですか？それってつまり先輩の復讐相手。夜のデートのお誘いなら歓迎しますよ。もちろんです。カイ君とレイリさんが遭遇、無事生還したと報告を受けています。私に電話してきたということは、ディザスター関連で何か進展があったということでしょうか？構いませんよ。ちょうど私も用事を済ませたところですし、カイ君に依頼したいこともあったので。はい、お待ちしております。榊さん、こんばんは。ああ、こんばんは。いえ、ソフィアさんとのお茶会の帰りなんです。ほんとソフィアさんはすごいですね。気品もあるし、博識でおしゃれで、同性ですが正直憧れます。シルビーもそう思わない？そうですね、彼女ならミリー様のご友人にふさわしいかと。もう、ふさわしいという言い方は良くないよ。失礼しました。ではどこかの誰かと違って良い方だと思います。はい、また。榊さん。改めて榊さんにお礼を言わせてください。中立ドックに来て本当にいろいろなことを知り、いろいろな方と出会いました。ソフィアさんと友人になれたこと、レイリさんという仲良くなりたい人ができたこと、そして榊さんに出会えたこと。これもあの時榊さんが依頼を受けてくれて守ってくれたからこそ、私は今ここにいます。本当にありがとうございました。
違いますってば。それをするのはまだ早いです。私はいずれ帝国に戻ります。もしかしたらどこかの国の有力者に嫁ぐことになるかもしれません。ですが私の生が尽きるその時まで榊さんのことは決して忘れないと思います。そしてこの中立特区で過ごした日々も。榊さん、頭でも打ちました？なるほど。ディザスターの正体はユズリハさんであったと。というと？前者は洗脳という可能性もありますが、後者の理由はわかりませんね。レガシーを使用すると正体がバレてしまうからというのは。ユズリハさんのレガシー、確か風を操るものでしたか。ええ、それに顔バレしてもレガシーを使ってこないということは、カイ君に正体を明かさないためということではないでしょうし。そうなるとやはり別人ということでしょうか。その可能性は高いでしょうね。ですが私はカイ君が見間違えるとは思えないんですよね。私としてはディザスターの裏にいる存在が気になりますね。何を目的にこんなことをやらせているのか、なぜユズリハさんに顔がそっくりなのか。話が早くて助かりますよ。報酬は二つ用意します。一つ目はカイ君の要望通り CSS を使ってディザスターの本格的な捜索をすること。今まではディザスターの目撃情報の共有に留めておきましたが、本腰を入れてディザスターの捜索を行いましょう。本来は民警の管轄ですが、今回の依頼をこなしてもらえるなら悪くない対価です。そして二つ目、1億サムをお支払いします。それ相応の難しい案件ですから。とはいえ、彼女と出会う前のカイ君なら難易度は高かったですが、今のカイ君ならそう難しいものではないと思いますよ。言葉の通りですよ。今のカイ君は対象と信頼関係を築いていますから、スムーズに依頼をこなすことができると思います。今回の依頼内容はミリセント・フリード・レオンハルト、彼女の暗殺です。
突き刺さる工場の波に沈む胸像は誰か泳ぐ祈りたち足元で芽吹くつぼみに手を伸ばしては遥か希望は不能せと We call me どうしてことの葉一つの思いのよう願う調べは誇りの中導いてくれないかこの先で君が見つかるなら What's over 奪われたって書き鳴らせて行動する全て敗退極めい